あと6箇所なんですよね多分。あと6箇所、あと6日間、今週、再来週静岡だけで、盛岡、仙台、武道館。うわー、6日間しかない、もうで9公演しかないんですよ。私も数えるほど、もう1桁台らしいけど、でもなんか逆にまあ決めちゃったことだから、逆にあと何回ここやりきればっていう感じですかね、自分の中では。なんだろう、先が毎回、みんな毎回頑張ってるけど、やっぱなんかこうもう先が今まで以上に見えちゃってる、終わりというか区切り見えるから、まあ、そこでやるしかないですよね、体力がなくても。だからとりあえずこう体を温めてステージに臨みたいと思います。今日は久しぶりの静岡公演だったんですけど、もう私たちもファンの皆さんも本当にエキサイティッドで、とてもワンダフルで、そして時にドラマティックで、ツアーのラストスパートに突入したということで、改めてブログに今の気持ちを書かせてもらったんですけど、ごめんなさい、ゆめちゃんの地元なのにごめんなさい。やっぱりファンの皆さんはこう私の言葉に対してすごく温かい言葉で返してくださって、で今日のコンサートの時もあゆみちゃんのいつも言う東北魂というか、そういうものを皆さんから感じて本当に元気をもらって、なんかそういうのをいただけて、そういろんなことを考えてたらもう歌われ飛ばしちゃったりとか。
って感じなんですけど、でも本当になんか皆さんからのそういう気持ちとかが本当に伝わってきて、本当に嬉しかったなっていうふうに思いました。そしてあゆみちゃんのキラキラしてる笑顔をこうなんかまた見ました。キラキラして泣いてるよ泣いてるよ誰よりも泣いてます。見ることができて本当に楽しかったなっていうふうに思います。本当にこんなところで泣いてすみません、でも本当に楽しかったです。皆さん本当にありがとうございました。さやしりほでした。私はモーニング娘。に加入して春ツアー、秋ツアー毎回こうして宮城にね来させていただいてるんですよ。でこうファンの皆さんとかからはこうあゆみがモーニング娘。に加入したから東北でコンサートできるようになったんじゃないのとか言っていただけてすっごい嬉しいんですよ。本当にこうなんかこうどこを見ても絶対私を見てるからそう絶対目が合うみたいな、ね、すごいなって思うんですよ。こんな空間こんてかこうそんな経験ができる空間他にないと思うので、本当に私モーニング娘。に加入して本当に幸せだなと思いました。今日は、宮城県でコンサートっていうのもあるけどホールコンサートが最後じゃないですか。最後ですよホール。さやしさん、はい、何、さやしさんです。まだ武道館ありますけど、はい、ホール最後ですし、びっくりした。はい、ここはぜひさやしさんに、じゃあちょっとあとはよろしくお願いします。ということで私はこの辺で行っちゃうの。はい、でも最後に一言だけあの言葉で締めたいなと思います。さやさんもぜひ一緒にお願いします。いきますよ。宮城県でこうやって今こういう状態でいることはすごく恐縮だなというふうに思っているんですけど、なんかまあこう今になって、悔しいけど今になって気づけたこともすごくいっぱいあるんですよ。でもなんかそうやってこう私が決断したこう時間、そしてそれから卒業までの時間、そんな中でこうやって大切な時間を過ごせてる、ことがすごく嬉しいことだなというふうに思っています。皆さんがくださった気持ち忘れずに最後まで大切に噛みしめて頑張っていきたいなと思います。今日は本当にありがとうございます。もぐもぐもぐ。